永遠の美っていうと皆さんね、変わらない美だというふうに思ったりするかもしれませんけれども、そんなものはね、本物の美しさじゃないと思うんですよね。で、日本は四季の国じゃないですか。四季折々の美しさっていうのがありますよね。同じように女性にも四季があると思うんです。四季折々の移ろいゆく美しさこそがですね、本当の美しさだと思いますし、または年齢に伴って変化していく美しさ、そういう変化するものが実は本物であってですね、その本物の美しさが永遠の美だと、まあ、僕は思います。昨年からですね、50歳を過ぎても30代に見える生き方とか、または空腹は人を健康にするといったですね、本がですね、50万部以上売れています。でもこれらはですね、両方とも男性を対象にして書いた本なんですよ。ところが予想に反してですね、読者の半数がですね、女性であった。女性の多くが僕のその美容と健康の理論にですね、興味を抱いているということを知ったんですね。そこで、女性に語りかけるような初めての女性を対象にした本を書きたいなと思ったのが、この本を書き始めたきっかけです。まあ、皆さん美しくなろうと思うと美容院に行ったり、またはエステに行ったり、それから、ジムに通ったり、そういう外で手に入れるものだと思ってらっしゃるかもしれないんですけれども、実は日常の所作、すなわち立ち振る舞いこそがですね、美しさの基本なんです。生きるということ、食べるということ、そして歩くということ、また眠るということ、入浴するということ、そういうことの一つ一つを根底から見直していくことによってですね、その中で本物の美しさを手に入れてほしいと、そういうふうに思っています。今回出版しますドクター南雲式永遠の美バイブル、今までの本になかった女性向けの新しい情報がですね、たくさん盛り込まれています。ぜひお買い求めになってください。よろしくお願いします。